でピンカールみたいな感覚で巻いていけるん でパーマって実はこれ皆さん気づいてないかもしれないですけど、ハイチューブ TV、 こんにちは、札幌占い美容師の山口のことです。今日も、モデルさんを、やらせていただこうかなと思うんですが、線カットの方で結構中を疲れちゃったんですよね。はい。で、それで、ちょっと収集がつかないのと癖でこっちがこう跳ねちゃう、中の方がちょっとなくなっちゃってるんで、パーマをかけたいなというふうに思います。はい、ということで、パーマをかけていきたいなと思います。で、長さはモデルさん伸ばしてるので、長さはちょっと揃えるぐらいで、まあ、通常のパーマでいこうかなと思うんで、だいたい5時間の方が1時間半かな。カットとパーマで1時間半で終了します。はい、これからパーマをやっていくんですけれども、結構中がそがれちゃって毛が見るとちょっとない状態なんで、ここをパーマでちょっとごまかしていきたいと思います。で、大体通常パーマっていうとカット込みで2時間半から3時間ぐらいかかるメニューなんですが、それを1時間半で終わらせます。はい、ということで、今日使うのはこちらポンプですね。これは100均のポンプなんですけど、使い方とかは作り方ですね、まあ、もし講習会とかでお伝えできたらいいかなと思います。こんな感じです。泡飛ぶしていきます。で、まだシャンプー前の状態で基本アフターシャンプーします。で、この状態に、こちらの薬剤をつけるんですが、この薬剤も、講習会とかでもし機会がありましたらお伝えします。まずつけます。前髪もいいですよね、かけちゃって。はい、大丈夫。はい、上がね、あれだよ、ペタッとなっちゃう。ここさ、変にこうちょっとかけるけど、うん、あんまりかけるとね、また結構四角くなっちゃったりするんで、そこはうまくやります。はい、ちょっと、寝たかったら大丈夫ですか。大丈夫です。はい、こんな感じで泡特で切るので、まず泡をつけます。これ薬剤ですね。これ一液になります。ということは、ここから還元がもう始まってるっていうことですね。はい、このように泡でつけていきます。まあ、最初にね、つけないとやっぱり1時間半でカットパーマっていうメニューはちょっとできないので、まあ、省略できる無駄な部分っていうのを省略して、ポイント、必要なところに必要なだけをやっていくっていうような感じです。で、ポイントは絶対外さないようにして、これが昔、そう、中国でやったときに結構これ、中国にあんまりないんですよね、このポンプが。なので、結構これが8個ぐらい持ってたの。なんか結構すぐ100均で売ってるやつなんですけど、中国に意外とないんですよね。だからこのやり方結構面白いかと思います。はい、薬剤をしっかりつけてもらって、で、基本コームは使いません。なぜかっていうと、コーム使うと、なんかそのしたいように巻けないからですね。コームなしで自分がどういうふうにこのカールを、じゃあこの毛束をどういうふうにどう持っていきたいかっていうのが、コームを使うことによってブレてしまうんですね。なので、この毛、カールをどっち側にどうねじっていきたいのかっていうのが、コームを使わないことによってより明確になっていきます。これを、ちょっとこうスパイラル状に巻いた方が、前だと跳ねちゃうのでスパイラル状に持っていきたいんで、もうそのまま巻いていきます。
でピンカールみたいな感覚で巻いていけるんで効能がないことによって。ただパーマっていうのはあの厚さがものを言いますから、毛束の厚さだけはしっかり最初に分けておかないと、ちょっとかかりがね変わるんですね。厚さっていうのは何かっていうと髪の量ですね。その髪の量を、しっかり均等にしていかないと、かかりがちょっとムラになったりしますね。このような感じですね。でパーマって実はこれ皆さん気づいてないかもしれないですけど、綺麗にかけない方がいいんですよね。でパーマ綺麗にかけるとなんで良くないかっていうと、綺麗にかけたら仕上がりやりづらいんですよ。逆に言うと根元を殺してコーミングしてやると実際に落ちる位置とずれちゃうので、結構適当にかけた方が、適当っていうのはテンションを入れないってことなんですけど、テンションで入れない方が結構お客さんがやるときにかなり丸く綺麗に収まったりするんですけど、ここを極端にコーミング、過度なコーミングをしてしまうと実際不自然なカールになってしまうんですね。内輪と外輪の差のところがちょっと実際仕上がり、仕上げのスタイリングにずれてしまうので、なるべくこのソフトな状態、この状態で巻いていくっていうのが大切なので、コームをこれ分け取るとき以外はあまり使わない方が僕はいいかなと思います。仕事もその方が早いので、はい、であとこのちょっと今説明しますけど、巻くときなんですよね。この巻くときに1個ポイントがありまして、そのポイントは何かっていうと、きっちり美容の国家試験みたいな、国家試験みたいな感じにすごいテンションかけて巻くよりも、こう柔らかく巻いていくって感じですね。こう少しスイングを入れることによって内輪と外輪の正しい位置に髪がなってくれるんで、実際に仕上がった時も柔らかい仕上がりになります。ここをコーミングをすごく過度にしてしまうとダメなので、本当にピンクアールしてというイメージでかけていきます。この時に少し、こういう風にスイングを入れながらかけていくことによって自然なかかりが作れます。でこの毛束を自分はどうしたいのかっていう、この束ごとに考えます。この毛束はこうした方が可愛いのか、こうした方が可愛いのか、それはどういう風なのがいいのかっていうのをちゃんとイメージしながらかけていく必要があります。ちょっと長さが微妙なので、結構普通にスパイラル通常通りフォワードの方が外さないかなっていうことでそうします。こっちの方がバランスが良さそうなんで、あえてここは通常通り、スパイラル状にちょっと、フォワードで巻いていきます。はい、こちらもですね、内輪と外輪の差を、崩さないようにして巻いていきます。はい、このように、スイングしながら巻いていきます。こういう感じですね。はい、でこのトップなんですが、ここで一番難しいのはモデルさんが気にしているのは、ちょっと正面見てますね。モデルさんが気にしているのは、この鉢なんですね。で、この鉢のラインが、全然そんなに張ってはいないんですが、モデルさんが気にされているのはこの鉢のライン。ここが四角くなってしまう。そのために、小手で巻いて、下を丸くして、ここを押さえるようにこう見せてるんですが、ただちょっと上がペタッとやっぱしてしまう。で、こういう風に四角くないやつですね、ここが。ただこれ皆さん分かると思うんですけど、ここをしっかり巻いてしまうと、ここから上目になってきて、余計ここが目立ってしまいますよね。なんで、どうすればいいかっていうのは、ここはもうダミーとして表面だけを、ウィービング形式で巻いていきます。はい。で、ウィービング形式って何かっていうと、本当にここに2本だけ。なんでね、パーマ自体が本当に楽というか、はい、今日も撮影の方が終わりました。今日は、切るところがねあまりなかったんで、毛先にブラウンとちょっと入れて、ボルムを調節したりしたぐらいなんで、ドライスタイリングまでで、スタイリングまでやって大体1時間半かな
ぐらいですね。で、仕上がりました。なんか意外とね、結構ここら辺かなりカットで削られてたんですけど、パンを受けたらいい感じになりましたよね。はい、っていうことです。シェアとかいいねしていただければ、僕のモチベーションが若干ありますんで、お願いします。では今日もこれで終わります。じゃあバイバーイ。